次に伊佐新一君、伊佐新一君。えー、公明党の伊佐新一です。えー、五人の参考人の皆さんには、えー、それぞれの立場から貴重なご意見ありがとうございます。えー、早速質問させていただきますが、まずあの可能参考人に伺いたいと思います。あの今朝もうこの医療法議論あのこの委員会でさせていただいたときに政府の方の答弁では。 民間で代替できないところを公立病院でやるんだと、例えば災害とか救急とかという話がありました、まあ、でも今の加納参考人の話を伺うと、いや、代替どころか、民間が今頑張ってんだというお話でした、まあ、大阪なんかは特にそうだということでありましたが、あの本当にあの大阪、私も地元大阪ですので、この民間の病院がいかに頑張っていただいているかというのを見ておりまして、本当に感謝を申し上げたいというふうに思います。でその上でこの今回ご疾病ご事業に 感染症対策というのを盛り込んでいくと、つまり感染症への対応と通常医療の両立というのを考えていくわけですが、その中で、遠藤参考人の方からも、まだこのどうやって決めていくかと細かくは決まってませんという話がございました。でもこの決め方が私非常に大事だと いうふうふに思っておりますあの,の参考人の方から民間医療機関が誤解されたこともあったと、確かにあの大阪の政府あの行政のやり方を見てますと、少しちょっとまあ、一定の例えば法人のあり方だけで線を引いてみたりとか、病床数だけで協力要請を出してみたりとかと、なんで医療機関、民間頑張らないんだみたいな雰囲気も少しあったのは非常に残念でありましたが、だからそういう一定の基準で客観的に切るんじゃなくて、もう少し。 例えば今回こうして感染症対策どういう時にどういう役割になるかというときには丁寧な議論が必要だというふうに思いますが思うところ述べいただければと思います加納参考人ありがとうございますあの我々民間病院が非常に頑張ったということをご理解いただけて本当に嬉しく思っておりますあの実はあの三病協という病院団体で、えー、実は コロナの発症をすぐの頃にお願いしたことがありますあの都,都道府県ごとに一箇所 コロナの専門病院を作ってくれと、それはできたら公立病院でお願いしたいと、その公立病院の拠点化した病院の患者さんに関しましては、周りの民間病院がしっかりと受け入れをするので、ともかく拠点病院、一箇所を作って、そこからスタートしようということを申し上げました、これらの議論を今後6事業のときに、そういう拠点病院を、感染拠点病院を作るかどうかということと、今回、重点医療機関には民間病院も非常にたくさん参加しております。そういった形で感染協力病院的な たちのシステムを作るか。まあ、これは非常にあの大事なことですし、そのシステムを維持するのにまたコストがかかります。あの未完病院は一切そういった補助金というものが、えー、交付されませんので、なかなか厳しい状況下であります。が、あの今回も非常に協力的に、えー、積極的に、えー、参加した病院に関しましては、えー、そういったことをなしに、えー、医療の ほんずい人を助けるという形で参加した病院も多々あったかと思いますが、まあ、そうは言っても、先ほども繰り返しになりますが、いわゆる経営が成り立つように、システム的に作っていただければ、民間病院は喜んで、医療に関してはあの、日本の医療を守っている自負がありますので、頑張っていきたいと思っておりまますすありがとうござい伊佐真一君。ありがとうございます伊 えー、次に遠藤を参考人に伺いたいと思います。あのー、地域医療構争の中で、まあ、今回、この急性期、高度急性期の病床を3割削減していく必要があるというのが今朝の議論で、これは維持されるんだというような議論が今朝も委員会でございました。でまあ、おそらくくこれは人口構造のの変化とあるいい高齢者が増えていくので 回復期、あるいはリハビリの病床がより必要になってくるという観点で、まあ、方向性は十分私も理解をしているつもりであります。で具体的にさまざまな数字、要素を、まあ、データを入れて、その客観的にはじき出した数字だという認識でおりますが、ただその、やはり私、現場回ってますとです、ね、どうしても現場の感覚は、まあ、私、都市部に今いますので、いやいや、やっぱり急性期は足りませんよと。 逼迫してていまますすよという声も依然伺ってます、まあ、そういう意味では、この3割削減っていうもののデータからはじき出したものと現場の感覚のこの違いをどう理解すればいいんだろうと、いつも悩んでおります、でそこはそのまあ将来の構想だからいずれそうなるんですよという話なのか、それとも本来必要な要素が何か漏れてるのか、あるいはこの地域地域のもっと特殊性をもっと考えなきゃいけないのか。 という、まあ、あのさっき、えー、本田参考人から意思不足という点もあるんじゃないかということをおっしゃっていただきましたが、この辺の、えー、ご意見をいただければといいう,うに思います遠藤参考人。ありがとうございます。 えっとまあ、必要病床数に合わせて現在の病床数を再編していくという話になりますが、まあ、その中で急性期の病床を減らしていくという流れではあるけれどもなかなか急性期のニーズはそこそこあるのではないかとかその他、諸々の理由で、えー、急性期の病床が減らないというそれは一体何が原因なのかということだと思いますね、まあ、その中で、まあ、いくつかあるかと思いますけれども基本的にき急性期の必要病床数 つまり必要病床数の算定はどうやってやったかと申しますとこれはある時期入院している患者さんで1日当たりの診療報酬の点数がある水準よりも非常に。 高い人たちを、まあ、急性期医療にで入院していると見,見直して、その人たちの,その年齢と性を、えー、2025年ではどのぐらいになるかということが予測されてますから、それで、えー、あの将,将来のそのタイプの人たちの数を出して、それを病床稼働率で割り戻したというような形で出しているわけであります。でですから、まあ、あの私は個人的に言えばです、ね、あ,のあくまで でも、もそもそういう意味ではあのまだまだあの改善をしなければいけないところはあるのだろうなというふうには思うところであります先ほど申し上げましたように、えー、かなり急性期的な治療を外来でやるようなことも出てきておりますしさまざ、あ、まな変化もあの技術的変化もありますしか地域の問題もあります。そそそれかかからそももそも急性期期ととといいううのののははは何何なな回復ころは明確 国にはまだなっていないわけでありますので、まあそれらも含めて今後は議論をされていかなければならないだろうというふうに思います。ただこれかなり地域のコスト進んでもその旧正金の減少という問題、旧正金のシフトという問題がなかなか進んでいないということで、まあ今のような議論があまあるわけでありますけれども、今後あのおそらくいろいろな議論が進んでいくのではないかなと私は個人的には思っております。よろしくお願いしますし。伊佐伸一君。 はい、ありがとうございます、えー、と次に今村参考人に伺いたいと思います。あの本田参考人の意見にあった PANP についてちょっと伺いたいと思うんですが、というのは、あの今回の,そのタスクシフティング。 まあ医師の業務だけど、他の職種にシフトできるものはお願いしようということでありますが、ただこれ、業務全体の効率化がされないと、単に業務の付け替えだけで終わってしまうっていう、つまり、のそのままで移管されるだけであれば、病院全体の業務量変わりませんので、しわ寄せする場所が変わっていくだけじゃないかというふうに思っておりますま、そういう意味では、PA とかっていうのは、本当に大事な取り組みかなと私は聞いてと思ったんですが、今村参考人のご意見、いいいたただきたいと思います今村参考人。 ごご質問ありがとうございますあの先ほど冒頭、私の意見の中にも述べさせていただいておりますけれども、まあ、入本試験の考え方としては、まず今、いらっしゃる方たち、いろんなさまざまな職種の方たちに、えー、いろいろな葛藤していただきたいというのが前提でありますと、ただその際に先生おっしゃるように、ですね医療に対する全体のこの負荷量が変わらなければ、ただの付け替えに終わるのではないかと。うん いうお話も、それはそれで最もなお話だと思いますけれども、まあ、その私どもも,もあのこの医師の働き方改革のときに、えー、厚労省の中で意見申し上げたのはです、ね、やっぱり国民の医療の受け方、つまり医療に対するさまざ、あ、まなニーズっていうんですかね、あるいは国民のデマンドっていうものが、本当にその医療を、まあ、必要としている方たちの負荷だけではなく、 例えば医師に対する説明を求めるときに、会社に勤めているから日曜日に説明しろとかです、ね、でさまざ、あ、まあ、個別のことを言うといろいろありますけれども、上手なやっぱり国民の医療の、まあ、受け方ということをです、ね、でいろいろご検討いただいた上で、その全体量の中でどのように配分していくか、でその配分についてはその、やっぱり院内のマネージメントっていうのが非常に 重要で、今まで医療機関がそういったマネジメントを専門的に行うような人材も、まあ、いらっしゃらなかったという中で,です、ね、まあ、今回、厚労省の中ではです、ね、まあ、いわゆる医療管理者に対するマネジメント形式を徹底して行うというようなこともあり、まあ、そういうことをしながらです、ね、やはりあのいろいろな全体的な役割というのを担っていただきたいということを申し上げています。ももし新たたなな職種をるるとなるとです、ね、相当のののこれはまま時間もかかりますので まあそれからまあ今、人口減少の中で、若い人たちの人口が減っている中で,で、適正なその方たちがどのぐらいの割合、どういう職に就くのかっていう、これは医療だけのない、全体的な日本社会のあり方にも関わってまいりますので。 あのまずはあの今ある職種の方たちの能力をより発揮しやすい環境を作っていただきたいということを申し上げているところです。すみません長くなりました。久保慎一君。はいありがとうございます。時間になりました。あの本当は最後 PA についてその養成をどうするかっていうのも本田参考人にダジャレを交えて回答していただきたかったんですが <laughs> 時間になりましたのでこれで終わります。どうもありがとうございました。